このガチャさ、すごいところがさ、これ、置いておくだけでも、めっちゃ可愛いでしょ？しかしね、ガチで、音が出るんだって、これ、音鳴るんだって。どういう構造かちょっとまだわかんないんだけど、これ電池なんかな？とりあえず開けてさ、組み立ててみて、多分電池、多分このね、音がね、これで超えるので鳴るとかじゃなくて、多分電池が入ってて、音声がちゃんと出ると思うんだよね。ドンちゃんとカッちゃんの、ドン、カッ、ドン、カッって、音がちゃんと、硬いな。鳴ると思うんで、ちょっと硬いで、ちょっと綺麗に、ちょっと開けきないでね。やばいやばい、力込めてさ、握力で壊しちゃうかもしれないから、慎重に、うわ、めっちゃ可愛い。置いとくだけでも俺的には嬉しいんだけどさ、おー、もうカプセル自体、あ、なんかついてる。なんかついてた。カプセル自体がもうね、ガチャっていうか、もうカプセルっていうか商品だからさ、あ、やっぱり、鳴るって、音じゃないのこれ。鳴るってさ、そういうことじゃ、入ってない！嘘、前の、前さ、和太鼓のガチャだっけ？本当になるって、ゲットしたんだけど、あれと同じパッティーかもしれん。でも、あ、違うか。スイッチに見えた。待って、これ音もしかしてさ、これで鳴るってこと？まさかそんなことはないじゃん。でも電池入ってなかった。嘘！バチがあってね。まずバチがあって、あとはこの足があるから全部取り付けなきゃいけないので、まずつけて、それから考えよう。おー、いいね。足つけたらやっぱ様になるね。足つけるといいね。足をつける。で、頭をつけて。嘘、ちょっと待って。そういうことなのこれ。だって中に何も入ってない。センサーとか入ってさ、金付きの金のガチャあったじゃん。あれみたいにちょっと音声が出るのかと思ったのだが、これはもしかして、そういう場で、マジで鳴る。ドンちゃん、カッちゃんって書いてるよね。太鼓の達人。マジで鳴るって書いてるじゃん。待って、どういうこと？音声じゃないのこれ。ドンちゃん A、ドンちゃん B、ドンちゃん C に、カッちゃん A に、カッちゃん B に、カッちゃん C ということで、かわいいね。でも、置いてくだけでも、かわいいから。まあ、ちょっとバチを、ちょっと待って、どういうことだ嫌な予感がしてきた。前の和太鼓と同じパティンかな、これ。あれもちょっとね、一応鳴るんだよ。鳴るんだけど、ドンってちゃんと、なんつうのかな待って、怖いなぁ。ちょっと、待って。こうか、こう叩くんだね。ちょっと、でも足持っても大丈夫か。だったらららららだったらららら、だったらららららら、だったらららららだったらららら、だったらだったらら、だったらららら、だったらららら、だったらだらだらだ、だったらだらだら、だったらららら、だったらだったらだった、ちゃっ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 うわぁ、マジか。入ってなかったもんな、なんもな。鳴るってそういうことか。しかしながら、俺、インテリアとして買ったから。鳴るとか別にどうでもいいんですよ。別に。くそぉ。嘘、マジで鳴るって書いてあったから。そうか。音声じゃないのか。物理的に鳴るってことで。これは可愛いね。でもこれインテリアでしょ。もうマジで鳴るとかもう、まあ、どうでもよくなったわ、この可愛さで。この可愛さでドンちゃんとカッちゃんのね、この可愛さ。めっちゃ可愛い。結構でかいんだな、これ。あ、ちなみに、一回で400円。一回400円。ちょ、気づくべきだったな。マジでさ、音声で鳴るんだって一回500円じゃない？このでかさだったら。いや、可愛いな、しかし。マジで鳴らないと思うんだけど、これ。でもマジで鳴るって書いてるからね。物理的には、やっぱ、まあ、太鼓の形にはなってるから、鳴るっちゃ鳴るけど、いやでも、鳴らなくないあれ。前の和太鼓と同じだね。でも俺ね、こっち向きの方が持ちやすいんでね。ほんとはこう持つんでね。ほんとはこう持つはずなんだけど、あの和太鼓の時ね、確か覚えてる。こう持つ。俺、こっちの方がいいなと思ったんだけど、こっちの方が叩きやすいよね。ちゃんちゃららっちゃんちゃっちゃらっちゃらんちゃっちゃんちゃっちゃらんちゃっちゃんちゃっちゃらんちゃ。楽しい結構楽しいんだけど、これ。こっちだけやっぱ持ちやすいな。いや、でも、なるか。光る雲を突き抜け、フライアウェイ。ウェイ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 。カララ、十二。光
広がるパノラミーパノラミー、お気持ちいい、なるわ、じゃあなるなる、あ、慣れてきたら気持ちいいね。あの本当のドンちゃんの太鼓の達人の音じゃないけど、ドンちゃんとカッちゃんのね音じゃないけど、トツカトツカトトツカカカカトツカカトツカカツトツカ、お気持ちくなってきた置いといても楽しいし叩いても楽しいっていう、いやーまあまあまあいいんじゃない、音声じゃなかったけど俺勘違いした、勘違いしてたけどマジでなる、ドンちゃんカッちゃん全6声ということで、一応はなるから、音声じゃなかったけど俺音声だと思ってたんだからすごいショックなんだよね。音声だ、あの可愛い声聞けるのかなと思ったんだけど聞けなかったからちょっとショックなんだけど、まあ置いて可愛い、叩いて楽しいということで、みんなもぜひ欲しい人ゲットしてみて、ドンちゃんとかあの太鼓の達人好きな人はね、あのインテリアでゲットしてもいいと思うよ。マジで可愛いから置いとくだけで今にも動き出しそうなこのフォルディめちゃくちゃ顔の表情もいろいろバリエーションがあっていいよね。ドンちゃんかっちゃん、次はあの音声の音でね、あの声が聞きたいから、声っていうかあの音ね、音、まあ、声も出たら嬉しいけど音がさ聞きたいからさ、ドドンカッドドンカッってあの音声の本当のリアルの太鼓の達人の音が聞きたいからさ、こうなってくると1回500円になるのかな。いやでも1回500円だってその価値はあると思うな。これよか俺いいもん、1回100円プラスしてくれて値上げしたとしてもあの音鳴るんだったね、ドンドンカッカッカッドンドンカッドンカッ、いやいいねやべえ太鼓の達人やりたくなってきたな、しばらくやってないわ、すごい面白いよね。あの難しいはさ俺らでもなんとかできるじゃん、一般ピーポーでもパンピーでもできるじゃん。でもさ、あの鬼のマークのやつあるじゃん、あの鬼かどうかわかんないけど、あれ無理じゃね、あれできる人すごいよな、多分ゲーセンとかでさいるじゃん、ドドドドドめっちゃ早くやってる人、あれやばいよな、あれ練習してどうこうじゃないと思うんだから、生まれ持っての才能じゃん、わかんないもん見てもこう何を叩いてるのか早すぎて、あれすごいよな、練習してどうこうなるようなもんなの、ああいうのってセンスなんかな、やっぱ練習でどうこうなんのかな、俺できる気しないんだけど、あちなみに中身はねこうなってる、何もないっていうね、こっちも一応開くよ、こうだから両方開くから筒抜けもできるっていうね筒抜けもできるっていう、いや可愛かったなこれ。第2弾ではぜひね、あの音電池式で叩いたらなるっていうセンサーの金付き道みたいにね、そういう感じでしてほしいなと思います。いうことでまあインテリアとして買うのが一番かもね、このガチャインテリアガチャとして買うのが一応バッチもついてるんだけど、まあインテリアガチャでしょう。